はじめまして、いつも見れるときは楽しく見させてもらってますと。急な LINE 失礼します。 LINE は急なんで大丈夫ですよ。先ほど旦那と喧嘩をして旦那が家を出てきました。きっかけは長男4歳が晩ご飯を2日連続で食べてくれてなく、明日はお菓子禁止だよ、いつも言ってるよねといった感じで、私が結構くどく息子に怒ってしまいましたと。その時に旦那がもういいからと言ってきて、それに対しては私もカットして結構な暴言、何がもういいの、だったら晩飯作ってみればいいじゃんなど言ってしまいました。日頃の鬱憤などもあり、私も言い過ぎてしまったところはあると思います。それに対し旦那がもうお前いいわ、めんどくさいなど言って出ていくと言い出したので、その無責任な言動に腹が立ち、私もさっさと出ていけと子供たちの前で怒鳴り散らかして、かっこ物を投げたり旦那を押し出したり、してしまいましたと。この喧嘩以前にもいろいろあって、今までのやり取りがあり、正直私が全部悪いのかわからなくなってしまって LINE しました。私がこんな感じで旦那に対して強く言うと、また始まったよ的な感じな態度を取られます。頻繁にあるわけではありません。私なりに我慢してそれが爆発してしまったら、カッと旦那に意見してしまう時があります。その度に大きい喧嘩になってしまいます。私自身カッとなるのは本当に申し訳ない気持ちはあります。日頃から悩んでいます。ですが2日ほど前に旦那とその話をして、それはそれで仕方ないよ、それ以外はいいところがあるんだから自信持っていいよって言ってもらったばかりでしたと。もうどうすればいいのか分かりません。離婚は子供たちのためにもしたくありません。ですが正直苦しいです。私が弱いだけなんでしょうか、旦那に対してひどいことをしているのでしょうか。一から説明するとすごく長くなります。私も説明下手だし、こういった相談をするのも初めてなので、うまく説明できるか分かりません。緊張もあり少しお酒を飲んでます。それでも大丈夫であればプーさんに話を聞いて意見してもらいたいですと。相談しといてなんなんですが、息子たちの寝るタイミングなどもあり、プーさんの、リアルタイムの配信を必ず視聴できるかはごめんなさい、正直わからないので、その時リアルタイムで視聴できなかったら本当にすみません。なるべく視聴できるよう心がけますが、いなかったらもうスルーしてもらって大丈夫ですということで。いえ、こんばんは。あ、こんばんは、もちもち。こんばんは。どうも。お願いします。はい。それで、まあ、そうっすね。ご主人、普段は結構優しいっすよね。そうですね。めちゃめちゃ優しいです。そうっすよね。はい。まあ、多分、まあ、今の現状で、こう、なんかまあ、今、送っていただいてる文面の中では、まあご主人それ以外はいい、まあ2日ほど前に旦那とその話をして、それはそれで仕方ないよ、それ以外はいいところがあるんだから自信持っていいよって言ってもらったばかりでしたっていう、まあね、そういうなんかこうヒステリックにバーンってくる相手に対してそれを言えるっていうのは結構優しい人だなと俺は思ったんで、で、はい、単純におそらくなんですけど、シンプルにお子さんの前で言い合いをしたくないんじゃないですかね、ご主人は。っていう話もしてませんでした？そうですね。私も、旦那も、はい。子供の前では、はい。喧嘩をしないようにって心がけてたんですけど。うん。まあ、それが最近多いってことですよね、割とね。いや、今日が一応初めてです。あ、初めてです、ね。子供の前で喧嘩したのは。あ、そうなんですね。はい。で、なんすかね、でも結構、でも僕としては結構なんかだいぶやべえかなと思ってるっすよね。はっきり言うっすけど。やっぱ物投げたり、まあ、ある種、まあこれどういう状態かわかんないですけど、まあ簡単に言うと手を出したりっていう状態じゃないですか。そうですね。で、これ何でスイッチが入ったんすか、これ。はい、その子供が、まあ、ご飯を食べなくて、はい、で私自身もちょっと最近こうしつけのことに対して結構悩んでるところがあって、はい、で、まあ、ちょっと今日子供の前でこうそのご飯食べないと、まあ、明日お菓子ないからねっていう話をした時に、はい、その旦那が、はい、普段は基本私のしつけに対してはあんまり口出してこないんですね。はい。なんですけど、今日はもういいんじゃないみたいな、もういいっていう感じで言われて、はい、
私もうそれに対して、いや良くないよって言い返しちゃって、うん、はい、でそれに対して私は結構カットした言い方をしてしまったことに対して、はい、まあ、LINE でも書いたんですけど、旦那が、うん、まあ、また始まったよみたいな感じの態度を私に取ってきたんですね。顔とか、はいはい、態度みたいな、はい、私がこうなんで怒ってるのかっていうのをもう考えてくれないで、先にもう私のその態度を見て、はい、また出たよみたいな感じで言われたことに対して私が結構スイッチ入っちゃって、はいはあ、いや考えてくれてないわけじゃないと思うんですよ。あの多分子供って割とそういうもんだったりするんで、でそれをなんかしつこくネチネチ言ったところで意味ないじゃないですか。だってそうですね、はい、だそれでそれをずっとネチネチやってるから、それこそ子供だって嫌だし、でそこで飯食ってる旦那だってみんな嫌だし、だからもうここで切り替えたらっていう意味だったんじゃないですかね、シンプルに。でそれに対してスイッチ入ってそっからガーってやっちゃったから、もうどうしようもないですよね、それね。そうなったら、はい、そうですよね。でもね、だからそうですね、ご自身が頑張ってらっしゃるのは、それは多分ご主人だって分かってるから普段優しいんですよ。はい。それを逆にあのなんか自分だけ分かってもらえてないっていうところのなんかその、うん、その気持ちがまあまあだからまあなんかこうね、お一人でこう子育て、まあご主人があんまりその普段お仕事されてて結構まあ忙しいんでしょうけど、はい、あの結構帰ってくるのも夜遅かったりする時もありますよね、多分ね。そうですね、そうですよね。なのでだからそこで自分が どんだけ日中子供とね、こう頑張ってやってるかっていうところをまあ見てもらってないわけで、だからそこの評価されないっていうところの部分でまあそのフラストレーションがたまるのは分からなくはないですけど、うん、だからそうだから、そういうところなんかまあ僕としてはね、僕個人としてはその世のお母さんたちにね、もうちょっとこうそういうところをみんな分かってあげてほしいなっていうところもね、で僕も分からなきゃいけないしっていうところもすごい自分自身もあるんですけど、うん、でもまあそれってでもある意味お互い様だったりするんですよね。だってご主人がどんだけね、仕事頑張ってらっしゃるか、日中どんだけやってるか知らないわけじゃないですか。で、はい、おそらくなんですけど割と収入いい方ですよね、ご主人ね。そうでもないですか。そうでもないです。あ、そうでもないですか。あ、そうでもないですね。そうでもないです。ああ、そうです、ね。まあ、でも普通に生活はさせてもらってます。うん、うん、うん。で、まあまあ、そうっすね。だから、そこでやっぱりお互いがお互いに対してリスペクトを持っていかないと、やっぱり人間関係としてどちらかのリスペクトが欠けてしまうと、それ誠実な人間関係じゃないと思ってるんですよ、俺は。うん、で。まあご主人はご主人なりにまあ普段すごい優しいっておっしゃってたじゃないですか、さっきね。その分ね、あなたに対するリスペクトってちゃんとあると思うんですけど、そうっすね。例えばご主人って仕事の話ってお家でします？仕事の話はします、うん、します。あ、します。ああ、なるほど。します。うん、で、普段結構コミュニケーションを取る方なんですか、ご主人とは。私と旦那がですか。はい、そうですね、結構喋る方ではあると思います。あ、だとすると結局その溜め込んでる部分というか、はい、いっぱいこうなんかこう溜め込んでる部分があるから爆発するっすよね、いつかね。だからこう、うん、きちんとなんかこうフラストレーションというか、それをお互いのコミュニケーションの中でこう溜めないようにするっていうことをまあ意識していかなきゃいけないし、で、ちなみにまだご主人出てってから何にも連絡してないですよね。そうですね、検体も置いてっちゃって。ああ、そうなんですね、うん、はい、まあそうっすね。まずもし帰って、まあでもいや分かんないですよ、ワンチャントリガーの可能性もあるんで、なんとも言えない。10月、うん、
12月ぐらいに1回、はい、まあ、こんな感じで結構離婚目前ぐらいまで話が進んじゃって、うん、はい、でそっから私もちょっと改心しないとと思って、うん、旦那と話し合って、うん、で私もこういうところは直すようにするとは言ってたんですよ。でそれが治ったんですか、それとも前回と同じような。心がけてはいて、はい、結局その前回その離婚騒動になったのが、うん、私が普段から結構ピリピリしちゃうところがあって、はい、こうちょっと旦那にこう当たるじゃないですけど、はい、こう態度が悪くなってしまったりとか、うん、結構無言になってしまったりとかいうっていうことが結構重なってて、それで旦那が結構爆発しちゃって、はい、まあその離婚にするしないの話になってしまって、うん、ってことは前回の喧嘩とほぼ一緒ってことですか、内容。そうですね、ほぼ一緒です、うん、ただ4ヶ月ぐらいですかね、はい、結構私なりに、はい、そのもうその結構こうイライラしてても旦那に対してその態度をうん、出したりとかしないように心がけてもいて、うん、でそれを、旦那からの評価としてはどんな感じなんですか、はい、なんかそれこそその2日前に話した時に、はい、まあ、結構私もそういうところが多分自覚もちょっとあるんですよ、うん、変わってないなっていう、はい、意識はしてるけど、うん、なんかあやっぱ変わってないよなっていう意識があって、はい、で旦那にその話をした時に、はい、まあ、そういう感じで言ってもらったっていう感じなんですよね。そのいいところは他にもあるから、うん、まあでも、まあ、要は言うたら変わってないっていう評価ですよね、これね。そうですね、そうですね、多分そうなると思います。そうすると結構厳しくないですか、3ヶ月経って変化なしで、うん、で最終的に前回よりもひどくなってるわけじゃないですか、多分。前回は物投げたりしたんですか。いや、物まで投げてないです。ってことは前回よりもひどくなってるわけじゃないですかね。そうすると今回はね。そうですね。そうすると悪化してるっていう評価になりません、普通。もうこういうの気をつけようねっていう話し合いをしたにもかかわらず、うん、逆に悪化してるっていう状態じゃないですか今。そうすると結局まあ子供の世界だったらまた別なんですけど、やっぱ大人の世界だと結果が全てじゃないですか、っていう。だから家庭であなたがそのどういうつもりだったかっていうのは正直関係なくて、結果に全部そこが出ちゃってるわけじゃないですかね。そうですね、はい、そうすると、じゃあどういうふうにその自分を今まで、じゃあ、その3ヶ月間、まあ、3ヶ月4ヶ月間か、12月に会った時から、はい、どうやって変えようとしたんですか自分を。とにかく、はい、その私が多分結構基本自己中なんですよね、自己中だから、はいはい、で旦那も同じぐらい、うん、私と同じぐらい、はい、私に対して不満があるんだって思ってるようにして、うん、はい、てか多分思ってるから、はい、旦那も絶対私みたいに旦那に対して不満がある、はい、で旦那も私に対して不満があるって思ってるし、はい、だからそれを、はい、自分の中でこう意識するっていうか、はい、そういう風になってるんだから、で普段はめちゃめちゃいい旦那さんなんだから、はい、なんかそういうちょっとしたことでピリピリしないようにっていうのは心の中でずっと考えてはいるようにしてました、はい、なるほど。まあでもそれが意味なかったわけですよね。そしたらじゃあ次の自分を変えるための作戦を練らなきゃいけないですよね。どうしましょう。
我慢するべきですかね。うん我慢我慢をする我慢する我慢をするでもその我慢をするっていうのは同じように思ってたっすよね、多分ね。まあある程度我慢しなきゃなっていうところも頭の中にあったっすよね。そうですね。ってことはそれがうまくいってないんで、同じことやっても多分また同じことになるっすよね。でなんなら前回から比べて、今回はもっとひどくなってるんで、モノマネ投げたりね、ドーンって押したりっていうことがあったわけじゃないですか。ってことは悪化してるっすよね。ってことはそのやり方じゃ間違ってるっすよ。じゃあどうしましょうか。いやそんな なんか10秒ぐらい考えて分かりませんだと多分それは無理っすよね、うん、10秒で答え出ないっすよ多分。ずっと考えてて、はい、正直もう自分でどうしていいか分からなくて、はい、それもあってプーさんに今日話を聞いてもらおうと思った。うん、正直ちょっとどうしていいか分かんないです。うん、じゃあ一つずつこう紐解いていきましょうか。でまずそのフラストレーションというのは今日だけじゃないですよね。はい、そうですよね。で蓄積してきての今日ですよね。そうですね、スイッチが入ったのは今日でした。そうですよね。でその蓄積してきたものが爆発したわけじゃないですか。はい。ってことはどうやったら蓄積をさせずに、蓄積さえ しなければ爆発しないですよ。ですよね。もしくは蓄積させてもそれを解消させればいいんで、それを全部砕いていけばいいんですよ。だから選択肢としては2択で、蓄積をさせない方法を取るのか、それともこまめに爆発しないように砕くのか、はい、ですよね、はい、でそうするとじゃあどっちが現実的かなっていう、自分の生活の中で。蓄積を細かく砕いていこうかなと思います。そうですよね。だって蓄積させないっていうのは、はい、多分お子さんもまだ小さいですし、お二人ですかお子さん、はい、そうですね、二人です。お二人ですよね。そうですね。そうすると、はい、お二人お子さん抱えながらやって、小さい子供を抱えながらやっていくってなると、まあいろいろ、まあそうですね、フラストレーションもたまることもあると思うんですよね。だから、フラストレーションをそもそも溜めないっていうことは多分不可能に近いですよ。ってことはじゃあこまめに砕いていく、で爆発しないようにするっていう、じゃあどうしたらそのこまめに砕く方法ってどういう方法が思いつきます？まあ、いくつもあるんですよこれ方法論。全然我慢しないで伝えていくってことですかね。うん、で我慢せずにじゃあ伝えていく、じゃあ、うん、それがじゃあまあそれって正直簡単に今まあ15秒とか20秒とか30秒で思いつきましたよね、この質問された時に、はい、ってことは今までそれ思いついてなかったわけじゃないじゃないですか。うん、ね、正直な話、うん、自分の頭の中にも今まで何回もそれ浮かんできたことじゃないですか。それが今までできなかった理由って何ですか、はい、なんか、うん、結局、はい、なんか自分
者になるじゃないですけど、うん、なんか自分だけ我慢してるって思ってしまうというか、うん、頭では分かってても、うん、なんか私だけ我慢してるって思っちゃうところがあります、はい、だから言えなかったってことですか？あとはその言ったところで、うん、こういい返事がもらえないっていうか。例えばどういったことを言ったところでってことなんですかね。まあ本当にちっちゃいことなんですけど、はい、まああのもう本当にあの脱いだら脱ぎっぱなしとか、うん、あとは旦那さんタバコ吸うんでアイコスなんですけど、はいはい、そのタバコとかを、うん、子供たちの手の届くところに置いてたりとか、うんうん、するんですよね、はいはいはい、まあそういったことを、うん、まあ言ったところで、はい、あごめんごめんとかではなくて、うん、なんかこうちょっとこっちがイラッとするような、はい、こう返事をしてくるとか、例えばどういう返事を、あーみたいな、なるほど、こう、うん、あーもう分かってるからみたいな感じで言ってくるんですよ、うんうん、はいはいはい、でも分かってないから続くわけで、うん、何回も同じこと言われるわけで、うん、でそういうのがあって、うん、あもう言ったところで私がイライラするだけだなって思って、うん、言わないようにしてるというか、うん、言ってないっていうか、うん、こうもう自分の中でこう抑え込んじゃうところがあるんですよね。じゃあ例えばなんですけど、じゃあ僕だったらそのタイミングでどうするかっていうと、はい、あの、はい、じゃあそれ例えば子供の手に届く場所って、例えばじゃあ食卓のテーブルだとかそういったところですかね。そうですね、ソファーの上とか、うん、なるほど。だからもう今日あの100均で鍵付きの、はい、あの箱を買ってきたから、はい、もうここにちゃんと毎回戻すようにしてっていうルールを作ればいいじゃないですか、単純に。そういうことやったことありますか、はい、やったことある、まあ、ここに置いてっていうのはあります。その鍵を作るとかはないですけど、うんうん、ここに置いてとか、うん、洗濯物は洗濯機に入れてねとか、うん、じゃあ簡単に開けられない、こうちっちゃいこ、うん、なんかそれが入るアイコスが入るぐらいのケースを買ってきて、うん、もうじゃあこれもう持ち歩いて家の中でって、どこでもこれだったら置けるでしょってとか、なんかこう一緒にルールを作っていけばいいですよ、いっぱい。なんか単純にこう頭ごなしにこれはダメあれはダメじゃなくて、じゃあこれ買ってきたから、これ用意したから、じゃあこれに入れて、それでもう家の中どこでも持ち歩いてもそれに必ず入れてくれれば子供開けられないからっていうのとか、うん、なんかそういういろいろこう自分でこう対策を一緒に練るっていう、一緒にこう直していくっていう風にすればいいわけで、はい、うん、っていうのとか、うん、まあそうですね。だからなんかこう、うん、一緒に直すっていうなんか一緒にルールを作っていくっていう。でまあ今日ちょっと今いろいろ質問させていただいてるんですけど、いつもだったら僕がベラベラ喋るんですけど、はい、あの僕がベラベラ喋ってもこれ意味なくて、なんでかっていうと、この後ご主人と話さなきゃいけないわけじゃないですか。だから今ご自身の言葉で自分がどこが悪くて今後どうしていくかっていうところを全部話してもらった方が、多分ご自身が旦那さんに話しやすくなるなって思って今日ずっと聞いてるんですけど、だからそうですね。でそれでまあ話は戻りますけど、じゃあそうですね、じゃあ今までできなかったことを今回から、あのまあ1回がまあその前回12月に離婚の危機まであって、それでまあじゃあ離婚をしないっていうところで、まあある意味チャンスをもらったというか、なんかまあお互いにチャンスをこう与えてチャンスをもらってっていう状態なわけじゃないですか。そうなった時にまあ
前回直してほしいって言われたこと、まあまあだ、多分ご主人も直ってないんでしょうけど、そういうアイコスをどっか適当に置いちゃうとか、だからあなただけが直ってないわけじゃないんでしょうけど、まあだからそこら辺もなんか、うん、お互いにきちんと腹割って話し合って、まあやらなきゃいけないわけで、でじゃあ前回こういう風にやるって言ってやれなかったことを今回も同じやり方を提示して、で今度もやるって言っても、今度それ信用度がないんですよ。だって一回失敗してるんですから。そうですね、うん、だから今回は大丈夫であるとす、あのできる、別の方法論が必要なんですよ。ですよね。だって前回と同じ方法論でトライしたって、まあどうせ無理でしょって言われて終わりじゃないですか。でご自身も自分自身を信じられないじゃないですか。だからなんか別の方法方策を持っていかないと、もう1回ミスったんだったら2回目同じ方法でやったって意味ないですよ。だから違う方法を持っていかなきゃいけないんですよ。どうしましょう。はい、うん、どうしましょうか。しましょういいっすよ、あの全然時間はあるんで、これ僕が言っても多分あんま意味ないんで、はい、あのそれがまだまだこうスパンがね、あの長期的スパンで考えられるものだったら別に俺が答えを出してそれを自分が再検証すればいいんですけど、もう時間が迫ってるんで、俺が出した答えをそのままなぞったところで多分自分の答えじゃなくなっちゃうんで、なんでご自分で出さないと意味ないっすよ。どうしましょう。どうやったらそのまあヒステリックというか一言で言っちゃうとそれを直せますかね。わかんないです。いやまだいいっすよ、全然全然いいっすよ、気にしないでください考えることってこうやって辛いことなんですよ。答えが出せない自分と向き合わなきゃいけないんですよ、考えることって。でその考えることから逃げちゃうと多分また同じことになります。だから考えてください。今どうしましょう。ああちなみに今余計なこと考えないでくださいね。あの余計なことっていうのは僕の配信の時間をこんなにたくさん使っちゃってとか、そういう僕に関してはもう自分のことと自分のご家族のことだけを今考えてください。他は何も考える必要ないです。はい、どうぞ考えましょう。じゃあ一段階前に戻りましょうか。なんでできなかったんですかね。だって前回12月の時に自分が何が悪いのかっていうお話は多分ご主人とされたわけじゃないですか。でご主人からもそのどこが悪いかっていう話を、僕はどう思うっていう話を聞いたわけじゃないですか。多分それは聞いてないですか。聞きました。聞いてないです。あ、聞いてないですか。あ、じゃあまあ、はい、じゃあご自身では考えたわけですよね。はい、
そうですよね。で考えた結果、これだったら自分が直せるかなっていう答えを出したわけじゃないですか。はい。でもなぜできなかったんですかね。なぜこういう結果になっちゃったんですかね。なぜだと思います。多分、はい、私のその被害者意識っていうか、はい、私だけがこう頑張ってるんだ、うん、私の方が大変だって、うん、思う気持ちが多分あって、はい、それで旦那さんに、うん、はい、言っても意味ないから我慢しようって、うん、いう気持ちがあって、はい、でもなんでこんな我慢してんのに、はい、ちょっと爆発しただけでそんな言われない、そんな顔されないといけないのって思ってしまって、はい、結局同じことの繰り返しを今日してしまいました。なるほど。でじゃあそれが原因でまあ今日こういうことが起きたわけじゃないですか。はい。じゃあ次回はどうしましょうか。次回というか今後、そうすればちょっと分かりやすいんじゃないですか。さっき聞いてたのと一緒の質問です。じゃあ今後どうしていきましょうかっていう。前回こういうところでミスってしまったんで、じゃあ今後はどうしていきましょうか、うん、はい、これだとちょっと分かりやすいですか。ため込まない、うん、ため込まない。そうするとじゃあどうやってため込まなくしましょうか。何に対して伝え方を、はい、変えてみたりとか。どういうふうに変えましょう。逆にじゃあ今まではどういうふうに伝えてたんですか。そこが原因かもしれませんね。自分にとっては普通の伝え方をしていたかもしれないけれども、相手にとってはかなり強めの言い方になってたかもしれないですよね。どうでしょう。いろいろほどけてきましたね。なんとなく思い出してみてください。どういうふうに伝えてました？そうですね。いい伝え方してなかったかもしれないです。なるほど。そうするとそれがこう、まあご主人も蓄積していくわけですよね。蓄積していくのはご自身だけじゃないですよね。で、まああなたの心情として私の方が大変なんだからっていう思いがあるせいで、そのご主人の蓄積に対してなんであなたが蓄積してんのよっていう思いにもなるじゃないですか、ある意味。はい。ですよね。その思いがあるせいで。はい。そうすると自分の頭の中のご主人と自分のパワーバランスが狂ってくるんですよね。はい。そうですよね。私の方がこんなに頑張ってるのにっていう思いが根底にあるせいで、ご主人がいくら頑張ってもそこに対してよりも自分が頑張ってるのにっていうところが先に出てしまうわけじゃないですか。
まあっていうことだったりするんですけど、でまあまた戻るんですけど、じゃあどうやってこうそこをね、さっきじゃあ小出しでこう砕いていく話の方にじゃあ行くとしますけれども、まあそういうお話だったじゃないですか。まあこう小出しにこう相談するようにするっていう、ご主人とコミュニケーション取るようにするっていう答えだったじゃないですか。でも別にそれって今までも浮かんでないわけじゃないじゃないですか。今までできなかったのにこれからできる理由って何ですか。失敗したからです。でもじゃあそれで言うと、前回離婚の危機まで陥ってるわけじゃないですか。離婚の危機まで陥ってるってことは結構ラストチャンスみたいな状態じゃないですか。にもかかわらず、その崖っぷちの状態でもかかにもかかわらずできなかったんですよ。ってことはじゃあ別の何か理由が必要じゃないですか。だって崖っぷちで同じことやっちゃったんですよ。ってことはもっともっと強い明確な意思と理由が必要じゃないですか。ですよね。だって崖っぷちっすよ。離婚かかってんすよ。子供と共に路頭に迷うかもしれないんですよ。その状況下で同じことやってしまったんですよ。ってことはその時よりももっと強い意志ともっと強い理由が必要なんですよ。じゃなかったら多分ずっと同じこと繰り返すだけじゃないですか。まあなんとかなるかで。ですよね。だから前回よりも一回この方法論で、しかも崖っぷちで失敗してしまって、ってことはさらなる強い意志とさらなる強い理由がないと、崖っぷちでも同じことやっちゃってるんで、もう崖っぷち等に過ぎちゃったんですよ。それで同じやり方だったら絶対同じこと起きるんですよ。そうじゃないですか。だって理屈で考えたら、そうですよね。じゃあどうしましょうっていう。ちなみにまあ今のところの回答の中でなんとなくそれっぽい回答は出てるんですけど、それって、今まで今のところ僕が聞いてる答えって表面の上っ面の上積みの部分なんですよね。もっともっと芯の部分、自分の根っこの部分で物事話さないと、物事考えないと、多分その目に映る方法論だけに惑わされて右往左往してるだけなんですよね今。それだと多分同じこと繰り返しちゃうっすね。もっと本質的なところで物事を見ないと。だからもしクイズ大会だったとしたら全問不正解ですね今のところはい。でももう正直、私、だけじゃ無理です、何がですか。変われないっていうか、だからもう旦那さんの方にもちょっと意識してほしいっていうか、何をですか。なんか旦那にも変わってもらいたいところは変わってもらいたいです。それは前回の時にはお話ししたんですか。なんかしたことはしました、なんとなく含みがありますけど、どういう含みでしょうか。したといえばしたっていうのは、なんか正直期待しないで伝えちゃったところがあって、なんか伝えても忘れちゃうんですよ彼。はそのタバコの置き場所とかもだし、細かいこと言えばですけど、いや忘れちゃうから、もう本当にお願いっていう感じでは伝えてなくて、私もこうするからパパもこういうところはちょっと意識してほしいなみたいな感じで伝えて、で彼も、分かった、じゃあ俺はもうそこも頑張るから
とは言ってくれるんですよ、うん、はい。でも結局同じことの繰り返しというか、はい、だからうん、うーん、でもうん、でも一緒ですよね、結局。うん、一緒というのは伝えたところで、今回何を伝えたところで何が一緒ですか。結局、うん、そのこうしてほしいとか、はい、いや、うん、うん、なんかいや一緒です、一緒です、気づきました、一緒ですね。何が一緒ですか。いや俺が伝わってないです、俺に。いや、はい、結局伝えたところで、うん、きっと多分頑張ってくれるんですけど彼も、はい、今回、うん、でも多分また同じことの繰り返しになるなって今気づきました。ごめんなさい。どっちがですか。両方お互い、うん、はい。なんかこうまあどうなるかわかんないですけど、それがまああのもうなんか、いやだから一応覚悟しとかなきゃいけないのは、あの、うん、まあね、まあね、一つだけ決意を持って帰ってくる可能性はあるっていうことだけは覚悟した方がいいっすよっていう。そうですね、はい。でまあその中でまあそうっすね、とりあえず相手に変わってほしいとかっていうところに関しては、まあ僕だったらっすよ、はい、僕だったらそれは今じゃないかなっていう、はい、それもちろんあるっすよ、もちろんあるんですけど、はい、今その状況下でうん、相手にこう要望する部分っていうのは今じゃないっていう、だから帰ってきたタイミングでする話じゃない、帰ってきてきたタイミングでするのは今こう僕とお話ししてるこの話を すべきなんですよね。はい、うん、だからその中で結局最終的に自分の中で今ここで答えが出なかったらご主人いつ帰ってくるか分かんないわけでね、あの1時間後に帰ってくるかもしれないし、もう今帰ってくるかも分からないし、そこまでに今答えが出てなかったら、あの正直きついっていう話なんですよね。だからあの今正直一人では答え出せません、じゃあ話がもう進まねえっていう話なんですよ。今出すしかねえんですよ答えを。まああのやっぱてめえのケツはてめえで拭かなきゃいけないんで、それで俺がまあ俺だったらこうしますけどね、ああしますけどねっていう話を、そのご主人との話を今からする話を、俺だったらこうします、ああしますっていう話を今僕が言うことはいくらでもできるんですけど、それなぞったところであなたの言葉じゃないんで、そうすると多分伝わらないですよね。だってまあ僕がこう言ったからああ言ったからっていうところを全部そのままトレースしたところで、ニュアンスを、細かいニュアンスを多分拾えないんで、なんか反論されたり、なんかこうポンと言われた時に、そこで歪みができるんですよ。それに対するリアクションで歪みができるんですよ。そうすると話が違う方向に行っちゃうんですよ。だから自分で今答え出さなきゃいけねえっつってんのはそういうことなんですよね。はい、うん、だから僕が言うことはいくらでもできるんですけどっていう、なんで今今日ずっと僕が喋ってないかっていうと、今これ急を要する話なんで、自分で少しでも前回よりも前に進んだ答えを出しておかないと意味がねえからっす。で、でなんですけど、また戻りますが、じゃあどうしましょう。次回から、っていうか今日から、今すぐ何を変えましょうか。じゃあ変な話、さっきね、被害者意識みたいなのがあってっていう話、じゃあ一朝一夕でそれを取り払えるかって、今すぐじゃあ気持ちのスイッチでポンって取り払える人だったらもうとっくにそれやってるんですよ。でもそれができないから今も引きずってるわけで、じゃあそれ被害者意識をなくすようにします。今すぐできますか。できませんよね。じゃあどうしましょう。
じゃあどうしていきましょうか。考えるっていうのは、あの、答えがどんだけ考えても出ない答えを考え続けることが考えるっていうことなんですよ。それを答えが出ないからって先送りにしてしまうと、それは考えてないのと一緒なんです。答えが出るまで考えることが、ことが考えるっていうことなんですよ。じゃあ答え出しましょうか。どうしましょう。あ、ちなみに、あの、分かっていてほしいのは、あの、あなたが一生懸命頑張っているってことは、あの、僕らは多分みんな分かってます。だからご安心ください。で、多分ご主人も分かってくれてます。だからあなただけが一方的に悪いって思ってる人はこの中に多分一人もいないです。なのでご安心ください、そこは。で、その上で、じゃあ考え、じゃあその上で考えていきましょうか。どうしましょう。どうしたらより良い家庭環境を作れますかね。本当に出てこないです。ちなみにじゃあ今考えてることをそのままその文字をそのまま口に出してもらっていいですか。頭の中で考えるのは、はい、言葉作らなくていいです。よそ行きの言葉にしなくていいです。頭の中で考えてる、今考えてることをそのまま言葉に出しながら考えてみてください。我慢するしかない。もう我慢しとけばどうにかなるってことしか浮かばないです。それは完全なる不正解ですね。だって前回もそれを思ってたわけじゃないですか。前回もそれを思っていて結局爆発してるんで、それは間違った方法論であるっていうことはもう明確なんですよ。ですよね。じゃあどうしましょうか。我慢しない。それもでも前回も浮かんでましたよね。浮かんでました。そうですよね。で、浮かんでいたことっていうのは多分どこかで意識してやろうともしてるんですよね。試してもいるはずなんですよ。ってことはそれも明確に間違っているんですよね。さあどうしましょうか。ねえ、もう離婚とかしたくないです。そうですね。じゃあどうしましょうか。しない。何を。もういや違う、ごめんなさい、何もないです。いいっすよ、全然間違うことは。だってさっきも2連続で間違ってるじゃないですか。今2連続で間違ってて、もう1回3連続で間違ったところで何とも思わないっすよ。
じゃあどうしましょう。まだまだ5分10分しか経ってないですよ。5分10分考えて、あの思いつくことだったら多分とっくに思いついてません？どうしましょう。ちなみに俺この無言あと1時間でも全然耐えられますよ。旦那さんを、はい、自分の息子だと思う。なんで？なんすか、全部世話焼いてやるんですか？じゃあ、過度な期待をしなくていいかなというか。じゃあ子供が子供を育てるみたいなことになっちゃいますよ。いいんすか？しましょう。私がもっと大人になるってことですか？どうやってなります？でもじゃあ。なんか方法論持ってます？大人になるための方法論ってなんか持ってます？それを考える方が大変じゃないですか？多分。新しい全く別件が頭の中にボーンと一個割り込んでくるわけで、そうすると。そうすると同時進行で、マルチタスクで 2,3 個のこと同時に考えなきゃいけないですよ、日々。いけます？いけません。そうですよね。現実的じゃないですね。じゃあ何でしょう。しない。ああ、期待しない、ご夫婦なのに。そうですよね。でもなんか結局私が期待しちゃうから、はい、勝手に失望して、はい、勝手にイライラしちゃうのかなと思ったりして。俺期待をしないってある意味でとっても相手に対して残酷なことしてると思ってるんですよね。そうですよね。はい。自分を守りたいがために相手をクソ、みそっかさ扱いするのと一緒じゃないですか。だって相手に期待しないって、相手に期待してそれが裏切られた時に自分にダメージが来るからっていう。自分を守るためだけに相手をみそっかさ扱いする今後はって言ってるのと一緒ですよ。期待しないっていうのは。世界中の人々をみそっかす扱いするのと一緒っすよ。それってさっき言ったお互いにリスペクトのある関係じゃないと人間関係、誠実な人間関係とは言えないよねっていう話と矛盾しちゃうじゃないですか。はい。
だから僕みたいにメンタルが強ければ万人に期待できるんですよ。それ裏切られても別にまあしゃあないかって思えるんで。でもメンタルの強さが必要不可欠なんで、それってまあ難しいですけど、でも少なくてもご主人くらい、ご主人ご家族ぐらいには期待できないと誰も信用せずに生きていくんですか。それこそ一人ぼっちの世界になっちゃいますよ。嫌です。ですよね。じゃあどうしましょう。そんな難しいことじゃないですよ。もっとなんかすげえ簡単に考えたらいいじゃないですか。さっきご自分でも言ってたっすよ。ていうか今も言ってたし。まあクイズ大会じゃないんでヒント出してもしょうがないですけど。一人ぼっちの世界嫌ですもんね。嫌です。まあ、これがヒントです。まあ別にヒントなんかいらないかもしれないけど、クイズ大会じゃないんでね。きついっすか今。きついっすか。マジできついです。あの考えることっていうのは考えるっていうのはこういうことっす。こういうことっす。はい。でまあじゃあ今回だけは僕だったらどうするか。さっきねあのおっしゃってたじゃないですか。前回の12月の時に自分がどこが悪いのかっていうのをご主人にも聞いてないって言ってたじゃないですか。特に何も言ってくれなかったって言ったじゃないですか。で自分で今こうやって考えてみた時に自分だけで答え出せないですよ。出せなかったわけじゃないですか。そこをちゃんと言えばいいじゃないですか。だからどうしたらいいかアドバイスちょうだいって。だから一緒に変わっていけばいいじゃないですか。それが夫婦じゃないですか。お互い助け合うのが夫婦じゃないですか。自分で分からなかったら一番近場にいるご主人に聞きゃいいじゃないですか。私12月の時に一生懸命自分なりに考えてやってみようとしたけど結局もっとひどいことになっちゃってたっていう。で自分で考えて考えて考えまくったけど結局自分の結論として出た答えをそれを信じてやってみたけどうまくいかなかった。どうしたらいいと思うってご主人に聞けばいいじゃないですか。それがコミュニケーションという話でもあるし。でそういう話を常日頃ね、そういうコミュニケーションを取っていれば逆に言うとさっきの小出しにしていくっていうのもそれも成立するじゃないですか。一気にそれ一個やるだけで一気に全部解決するですよね。じゃないですか。僕だったらそうするかなって感じですけどね。どうでしょう。旦那さんが、はい、答えてくれればいいんですけど。まあそうですね。だからね、はい、大きな覚悟を持って帰ってくる可能性もありますし、そこは覚悟しなきゃいけない部分ですけど。そうですね。うん。だからお互いの悪いところ、いいところを、悪いところだけだとお互いにフラストレーションが溜まっちゃうんで、だからそのルールの中で、はい、
お互いのいいところも言い合うっていうことにすればいいじゃないですか。うん、それを 1日何時間以上、または週に何時間以上っていう、っていう、それやってきました。今までやったことあります？あ、旦那さんは、うん、結構こう持ち上げ上手っていうか、はい、すごくこう私がやってくれてることに感謝はすごくしてくれてます。で、あなたもしてるんですか？どう程度に？そうですね。どうです、まあ、で全然してるつもりなんだったらしてるつもりですって言ういいけど。つもりです。お互い、うん、やっぱりこうもともと、はい、ごめんなさい、すごく長くなってるんですけど、全然いいですよ。あとさっきも言ったじゃないですか、あと1時間全然無言でもいいですよって。はい、まだそこから10分しか経ってないです。はい。ありがとうございます。それで、もともとそのお互いその幼なじみ同士なので、うん、結構仲がいい方ではあると思ってて、うん、でまあそのお互いそのなんだろう、まあ、今日も私は子供たちをこういろいろ遊びに連れて行ったりとか、うん、まあして写真をこう旦那さんに送ったりとかして、うん、そしたら旦那さんも、ああ、どこどこ連れてってくれたんだね、ありがとう、みたいな、うん、言ってくれるし、うん、で、私もやっぱりこう伝えることしかできないので、うん、まあ、燃えるゴミの日に朝ゴミを捨てて行ってくれたとか、うん、まあ、その結構こう、毎日こう長距離の職場までのこう通勤とか頑張ってくれてるんで、うん、ちょっとこう毎日頑張ってくれてるから、うん、はい、今日これ買ってきたよみたいな感じで言ってみたりとか、うん、こう結構常日頃お互い感謝をするっていう気持ちは、うん、多分とか そこら辺の夫婦って言っておかしいですけど、うん、意識はしてると思うんですよね。ちなみにご主人も結構ヒステリックになったりするんですか？はい、旦那は私が怒った時に怒ります。うん、なるほど。そうすると、あなたが毎回先出しっていうことですよね。そうですね。うん、結局、きっかけは私です。怒るきっかけは。うん、で、ちなみにそれをスルーするときもある。だから、旦那が怒らないで分かった分かったって話が済むときも多い。ああ、大丈夫。旦那、お子さん？ごめんなさい。はい。ああ。行ってらっしゃい、行ってらっしゃい。ああ。じゃあ、また今度にします。あ、はい、ごめんなさい。はい、じゃあまたご子息が落ち着いたらはい、またお待ちしてますんで。すいません、いいえ、本当にありがとうございます。こんばんは。こんばんは、お名前なんていうの？何歳なの？こんばんは。1歳です。あ、まだじゃあ喋れないか。はい、多分夜泣きだと思うので。そうかそうか、じゃあ行ってらっしゃい。まあ僕が一応思うことはお伝えしたんで、もし次の通話までの間にご主人が帰ってきてしまったら、自分ができない、自分でできない、だから一緒に考えてほしいっていうことを伝えればいいと思います。僕だったらそうします。はい、はい、ということでした。本当にありがとうございます。笑ってるね。ご機嫌になったね。めちゃめちゃ泣いてます。あ、泣いてるの？泣いてるの？大丈夫？まあそういうことです。そういうことなんだね。はい、ありがとうございます。はい、いいえ。頑張ってください。はーい、失礼します。はい、ありがとうございます。はい、失礼します。まあということでございましたけども、まあそうっすね。自分の中で答えが出ないんだったら、ね、一緒に考えたらええやんっていう。まあね、自分を変えるのってすげえ難しいからね。本当に一朝一夕でなんとかできるようなもんじゃないし、どこまでどんだけそれを意識し続けることができるかっていう、そういうことだと思うんで、僕はなんか物事を考えるっていうのは
そういうことっすよ。マジで。5分、10分、30分、1時間考えただけで答えが出るんだったら、そりゃお前、世の中天才しかいなくなっちゃうんで。それを1年、2年、3年考えても答えが出ませんっていう、そういうことばっかりなんで。で、一旦答えが出たとしても、それをまだずっと考え続けるっすよ。本当にこの答えで合ってんのかなって。答えって、1個出たらそれで終わりじゃなくて、その答えが本当にそれで合ってるのかなっていうのを検証し続けるっていう、まあそれが、まあ考えるっていうことだと僕は思ってるんで、考えるって大変なんでね、うん、まあその考えるっていうことを逃げてしまうのか、それとも、うん、わからないですけど、そこに向き合い続けるのかは、まあ人それぞれあると思いますけども、はい、考えるって大変なんですよ意外と、はい、っていうねことでございます。うん、なのでその考えることからすっと逃げてしまうのか、それとも考えることをやめずに続けるのかっていう、まあ、ことだったりするんですけどね。そんな過程は5万と言いますよ。でで、いるから何、いるから何なの、うん、さっきからまた外れのコメントしてるけど、うん、なんだっけ、うん、行ったところでって感じする。やらずしてそんなこと言ってるやつは一生多分そうだろうね、うん、あなたと比べないでもらっていいですか、はい、マジであなたの感覚だけで物言わないでもらっていいですか。そこを何とかしようとしてるのが僕なんで、はい、そこを何もどうせそうだからっつって諦めるやつがガタガタ言ってくるのやめてもらっていいですか。それを何とかしようとしてるのが俺なんで、それが相談なんで、はい、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。それが僕の相談スタイルなんで、それをそうやって一周するんだったら俺相談なんかとっくにやめてます。はい、マジでバカなの本当に。おめえの狭い見聞で物事言ってくんじゃねえよマジで、ああうるせえな。まあということです、はい。